皆さんこんにちは、みさとです。ここは東京駅です。夜の午後8時半過ぎなのですが、東京駅の夜景を撮る人たちでいっぱいです。今回は前回に引き続き寝台特急サンライズ号に乗って四国へ、そして乗り換えて高知へ向かい、朝ドラランマンゆかりの地を巡ります。さて、東京駅の9番線です。21時25分、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号が入線です。人気列車のサンライズ号、ホームで待ってるお客さんが撮影でお出迎え。今では毎日運転される夜行列車はこれだけなので大人気です。これから夜を徹して山陰と四国を目指して走ります。一晩お世話になります。今夜はサンライズ瀬戸号の7号車。車内に入り階段を上がって2階へ。シングルというサンライズ号の個室で一番多い部屋になります。ちなみにこちらは平屋の部屋です。天井が高いですね。21時50分、サンライズ瀬戸出雲号は定刻に東京駅を発車。ちなみに今夜の私の個室は2階なので天井がカーブしています。先ほどの平屋の部屋より少し圧迫感はあるかもしれませんが、平屋の部屋は車両の端にあるので揺れを感じるかもです。2階の部屋は頭上が狭くても車窓が良いところが魅力的ですね。と言ってるうちに横浜に到着。少し見下ろす感じの車窓風景になります。そしてサンライズは熱海駅に停車。時刻は23時20分を過ぎました。夜も遅くなってきたので車内放送も明日の岡山到着前までお休みです。さて、サンライズの車内にはシャワーがありますが、昨日に引き続きすでに済ませてきました。東京駅の隣の神田駅近くのカプセルホテルの9アワーズウーマン神田店、そちらで仮眠利用の際にシャワーを済ませてきました。仮眠利用だと最初の1時間が1000円で、以降1時間ごとに500円となっていました。サンライズのシャワーを使いたくないのではなくて、明日も結構歩くのでなるべく睡眠時間確保のためです。ということで、沼津駅23時32分発車のところでおやすみなさい。おはようございます。山陽本線和気駅を通過したあたりでおはよう放送が流れました。この後岡山に着くと、サンライズ瀬戸と出雲が切り離される旨の案内と、その準備で7号車と8号車の間が通れなくなると放送が流れました。岡山の朝焼けを眺めた後、まもなく岡山に着きます。瀬戸号と出雲号の切り離し作業ですが、今日はもうさすがに見学には行きません。私の乗っている瀬戸号が先に発車です。岡山駅を出発すると、新型電車の227系500番台、愛称名うららを初めて見かけました。お待たせいたしました。サンライズ瀬戸号高松行きです。次は小島です。小島の次は坂出に停まります。岡山の次の小島を出ると、まもなく瀬戸大橋を渡ります。サンライズ瀬戸に乗っていて、一番車窓が楽しめる区間ですね。お天気にも恵まれて、サンライズ瀬戸らしい景色を拝むことができました。7時9分、坂出駅に到着、下車します。一晩お世話になりました。ありがとうございました。サンライズ瀬戸は高松行きで、終点まで行くと坂出から高松は往復になってしまうので、坂出で降りて高知行きに乗り換えます。坂出7時37分発の特急四万十三号高知行きです。特急四万十三号は次の宇多津駅で特急南風1号と連結作業をして高知へ向かいます。実は5月のバースデー切符の旅と7月の室戸岬への旅でもこの列車を利用していたり、非常にご縁がある列車だったりします。
さて、動画のスタートからすでに5分も経っているので先を急ぎます。四万十三号はこんぴら山の最寄り駅琴平駅や、途中香川県から徳島県に入って阿波池田駅、吉野川の渓谷が美しい大ボケ小ボケを通り、坂出駅から2時間ほどで高知駅に到着。5ヶ月ぶりの高知駅に降り立ちました。さて、駅前にある観光案内所でこれから乗るバスの切符を購入。万有バスというバスに乗ります。万有バスとは高知市内の主な観光地を巡る周遊バスです。行き先は桂浜ですが、途中高知県立牧野植物園を通ります。ということで、まず向かうのは牧野植物園です。車内は最初は数人の立ち客がいる程度でしたが、播磨屋橋バス停から満員に。牧野植物園は高知市内の五台山という山の山麓にあるので、バスは途中から山道を登って行きます。高知駅から約30分ほどで牧野植物園正門前に到着。今日は平日なのですが、駐車場はかなり埋まっていました。バスもかなりのお客さんが下車しました。それでは正門から入って行きます。土佐の植物生態園というエリアがお出迎えです。草木の名前は知らなくても名札がついているので大丈夫です。欄間で紹介された山桜や大和草、バイカオウレンがありました。植物生態園の先にチケット売り場があり、入園券を購入。大人1人が730円ですが、先ほどの万有バスのチケットや JAF の会員証などを提示すると630円に割引になります。中に入るとこんな感じでお客さんがいっぱいでした。高知県立牧野植物園は、植物園を作るなら五台山がええと90歳を超えた牧野博士の一言で、ここ高知市内の五台山に昭和33年に開園したそうです。それでは園内を歩きましょう。このエリアは牧野富太郎ゆかりの植物だそうです。まずは先ほどもあった大和草、そして千両。この先はふむふむ広場と書いていますが、展示館に続く回廊が続きます。ここでは上郎ホトトギスの黄色い花がたくさん咲いていました。十徳長屋にも生えていた毒ダミもありました。そしてバイカオウレン、真冬に咲く花なのでこの時は葉っぱだけです。冬にはこんな可憐な白い花が咲くのですね。東京の牧野庭園にもありましたが、末子笹、昭和33年の開園当時から受け継がれているようです。次は展示館に入っていきます。先ほどのチケット売り場の本館と同様、天井も高くゆったりしていて、木のぬくもりが感じられる展示館です。展示館の中庭にはムジナモがあったようなのですが、多分この大きな鉢の中でしょうか。見忘れたのが惜しかったです。ということで展示館の中に入ってみます。少年期、青年期、壮年期、晩年に分かれた展示で、牧野博士の豊富な資料、遺品を見ることができます。マキシモヴィッチ博士の姿も確認。ヤッコソウの発見についてのエピソードがありました。遺品の愛用の動乱です。晩年のコーナーに国鉄電線乗車証が、今に例えたら JR 全線パスですよね。欲しいです。この年齢になられても素敵な笑顔がいいですね。図鑑に画質や修正を赤字で書き込んだものがありました。そして欄間の出演者の皆さんのサインの展示も。牧野博士の書斎の養生書庫を再現したコーナーもありました。本や植物標本が所狭しと並べられた中、牧野博士は植物画を描いておられるようでした。これで本館から回廊を通って展示館を回りましたが、牧野植物園は非常に広い植物園で、広さは 17.8 ヘクタールと東京ドームの 3.8 個分の広さがあります。今回私は2時間半弱の滞在予定で、とても回りきれません。そこで今回は牧野富太郎記念館本館から展示館まで行き、その展示を見学して戻るのみにしました。全部くまなく回るなら1日それ以上かかるかもしれませんね。以上で牧野植物園を回り終えて高知駅に戻ります。バスは山道を下って行き、13時半に高知駅に着きました。
昨日の東京では余裕がありましたが、今日の高知では余裕がなく、バスから次の列車まで18分の乗り換え時間。列車は13時49分発の特急あしずり5号中村行き。この列車でもう一度佐川に行きます。やってきたあしずり5号の車両は、機体の番号を見ると一月前までランマンラッピング車両だった2000系の2155。なんだか奇遇な出会いでした。佐川までの所要時間は25分。その間におにぎりを食べて今日の昼食を済ませました。今回の旅はスケジュールがぎっしりで、その土地らしい食事ができなかったのはちょっと残念でした。こうして佐川の駅に到着です。駅前には外貨応連ポストが変わらずにちょこんとありました。佐川でも持ち時間が短く、滞在時間は3時間ほどなので、今回は前回行ってない場所に絞っての訪問です。酒蔵の道を歩きまして、名教館と旧浜口家住宅の手前で左折、牧野公園への少し坂になっている道を進みます。その道の家の軒先で5月に来た時は玉ねぎがありましたが、今日はさつまいも、里芋でした。この道沿いに金峰神社がありますが、こちらは帰りに立ち寄ります。ということで牧野公園です。公園は小高い山をつづら折りの坂で登っていきます。その麓には花園保育園があって、元気な子供たちの声が賑やか。公園の道沿いには野の花がいっぱいです。こちらは小葉の藤バカマ。林道も咲いています。白いのや青いのも。こちらは金菊。他にもいろいろな野の花、山の花が咲いていました。登っていく途中には牧野先生と田中光明先生のお墓があります。ここにも末子笹がありました。お墓の方ですが、東京の横長のお墓では確かに私撮影しました。でも佐川のお墓は日本の普通の縦長のお墓で、正面切っての撮影にはなんというか抵抗があります。なので上の方から撮影した動画を掲載します。お墓から少し離れた場所にバイカオーレンの群生地がありました。こうして牧野公園のてっぺんに到着。5月の時もここまで来たのですよ。でも物見岩への道が分からずに引き返したのが心残りでした。この休憩所の右側に階段があるのですね。5月の時は階段があるの気がつかなかったような。上までは階段を少し上がるだけです。物見岩に上がるのは少し勇気がいります。私は高所恐怖症ですが登りました。ランマンに映っていた佐川の風景が蘇ります。ドラマでは昔の風景に CG 加工されたものでしたが、後ろを振り返るとランマンのオープニング曲中にこの桜に似たカットもあった気がします。物見岩も無事に行けたので満足して牧野公園を降りて行きます。下山中に見たアサギマダラ。お食事に夢中で、私が結構近づいても気がつかないようでした。牧野公園を降りて少し時間に余裕があったので、今歩いている道の途中にある清源寺へ。ランマンのロケ地で名教館への階段として使われた場所です。滝さんや蘭光先生、子供の頃の万太郎が今でもそこにいそうな雰囲気があります。次は今回の最後の訪問地、金峰神社。牧野博士が幼少の頃、バイカオウレンなどを見て植物への興味を育んだ場所。ランマンではロケ地は別で撮影されていますが、そのモデルとなった神社になります。しかし、ここの階段は急です。階段を登り切るとしばらく歩いてもう一度階段があります。息切れしながら登り切るとようやく本堂が見えてきました。木漏れ日が差し込むいい雰囲気の神社です。早速バイカオウレンを探してみます。バイカオウレン以外のものも混じってそうですけど、多分これですねと撮影していたら大量の蚊が。この日は少し暖かだったので蚊も活発になっていたのでしょう。刺されたくないので一目散にさっきの階段を降りました。
ということで、最後にハプニングがありましたが、高知県立牧野植物園と佐川町での南蛮聖地巡礼を終えることができました。今回無理に1日に詰め込んだスケジュールで駆け足にはなりましたが、でも充実した聖地巡礼だったと思います。この後、佐川駅近くのサンプラザというスーパーで夕飯のお弁当を購入し、高知方面への普通列車で佐川を後にしました。ちなみにスーパーでお弁当を買ったのは、夕方に高知駅まで行ってしまうと駅弁が買えない可能性が高いからです。実際高知駅のホームではこの時間は閉まっていました。高知駅から帰りの動画はまた別の機会に公開します。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。